なになになにねえ、挨拶始まるからやめて。レッドマスはブラックセラブラスウィーアーウィーアーウィーアー濃すぎた、ブラマイの濃すぎた。なに、なに、背中のなんか体が痛すぎてさ、ブラマイの濃すぎた。なに今ね、どうしてるいいだろ、新しい挨拶。いいね、いいね、あれ、たまにやってきたね。いいね、いろいろやってきて、びっくりしてくれ。あっつ、あっつ。はい、ということで本日はね、前回瀬名くんの VS アンチ、アンチコメントですね、はい、VS アンチコメントやったんですが、あれが好評だったためかっこ予想で予想で今回はもちこの VS アンチコメントやっていきたいと思います。やったー、よいしょ。もちこも結構多かったですからね。確かに叩かれてた、ね、YouTube のコメント欄見てないんだよね。 DM か。そう、 DM とかコメント、その自分のインスタのコメントは見たけど、 YouTube 見てないから分かんないかも。 DM の方がでも辛辣だしね、うん、本当に。でも愛されてたんだよやっぱり、うん、わざわざ DM だから。それでもちこと連絡取り合いたかったんだよ。あわよくば飲みに行きたいとかあったんだよ、うん、考えが甘いねってことでね、はい、本日はもちこのアンチコメントなんですが、もちこは3話が一番多かったのよ。あー、うん、そうだね。1話と3話か。あ、1話はあんまないか。2話と3話、うん、2話か。いや、あれなしにしよう。だからそのもうもちろん辞めるって言ってるか言ってないか問題のやつはなしのだから。でもそこしかうち炎上してないと思う、うん、あ、マジか。まともに。あと、あ、な、マジ。でもそしたらそれって一言じゃない、辞めるって言ってたの。12話で回収されましたよね、はいはいはい、うん、お引き取りください、引き取りくなっちゃうから。あの言い方によってはなんかプチンってくる可能性もあるから確かに言葉、言い方欲しいね。言葉の言い方というかね、行きましょうか、はい、あれ、あれは、あ、ごめん、うん、しっかりして、うん、MC。 違う、ラホスが急に巻きたかったから。でどうして、なんで巻きたかったちょっぴり MC 入ってくるよ。なんで巻こうとしてんの今。巻こうとはしてないけどね、別に。行きましょうか勝手にさ、はい、じゃあ、行きますね。はい、はい、1個目、お餅泣く演技うまくて草。あ、わかる。いや、分かるよ、ね、嘘泣き説ね。分かるわ。じゃあ、うちさ、ガチで泣いてたのにさ、嘘泣きとかさ、ね、言われたんだけど。いや、けどなんか1個ね、俺も見てて1個あれって思ったのがさ、ヌリの時泣いたじゃん。ヌリが本読んだみたいな、 あれはね、はって思う人いると思う。感情性なさすぎじゃない、みんな感情がない方々ってこと。誰一人泣いてなかったよ。いや、でもそれでいくと多分モッチー結構人に無関心じゃない。うちリナなんか人が頑張ってる姿とか、そのできないことをやろうとしてる姿とかにすぐ泣いちゃうタイプなの。そういう部分だよね。萌ちゃんにも泣いたってことじゃん。泣いてない冷たー目が今どうしてたよ。え、多分萌ちゃんが一番できないことやろうとしてたけど、それで言うと、うん、分かんない、覚えてない。けどなんか、いや、ヌリってさ、それこそさ、なんかそのやめるやめないとかもあったけどさ、本当に何もできないじゃん。なんか萌ちゃんはさ、できるみたいなこと言って、できなかったから頑張る、それはそうじゃんってなっちゃう、うん、うちは。だけどもう何もやらないからって言ってた人がやったっていうところで、なんかロウくんの時にもうち泣いたじゃん、だって覚えてる。いや、なんかあったっけ。ロウくんがさ、感情爆発したみたいな時にさ、ずっとさ、感情が出せなかったじゃん、自分の。どこで爆発したんだっけ、覚えてない。ちょ、待って待って、それあれでカメラ回ってない時、まじで瀬名くんと喧嘩した時じゃなくて、うん、らへんの時、 YouTube 事件じゃない。え、待って、覚えてない。ギリギリ、なんか覚え出しそうで思い出せない。ジップラインで話した、それは。自分の感情をうまく出せない人が出せるようになったっていうのを聞いて、うちはなんかまたヌリの時みたいにキャラってなって、で、え、僕の成長はとか聞いてきて、あ、あった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 、まだあんたはしないから泣けないよって言って、うん、泣かなかったけど、最後あれだよ、萌ちゃんの首決めの時に、はいはいはい、瀬名くんが変わるってなった時に、うち泣いたじゃん、うん、そこでまた、うん、そう人が変わる瞬間に、成長する瞬間にね、そう泣くん。でも多分ここのコメントのあれは多分俺の首の時の話だよね。うん、それはあの本当しんどかった、シンプルに、はいはいはい、から泣いただけであって、なんか嘘泣きって決めつけられても困るよね、正直。確かに、でも分かる。でも、うん、そう、嘘泣きってさ、そんなできなくない。僕らマジ役者じゃないから、うん、嘘泣きってすっごい難しい。いや、やってみてほしい、嘘泣きできる。いや、できないよ。あれ、ヌリはできるよ多分。いや、ヌリはだってあれ役者だもん。役者やから、あれ役者か。でもあれじゃない、多分さ、泣いちゃいけないって思う、見てた人からしたら、視聴者からしたら、お前らは泣くなよっていう風に見られてたんだよ。え、何様って感じじゃない。だから、お前らはクビにしたんだから、お前らは泣くなよっていう
ことでしょ。でもあの絵からだとさ、首にしたと思わないじゃん、なんか。まあまあまあね、いなくなっちゃうで、首にしたと思われちゃうんだよ多分ストーリー。ああ、なるほど。全部こう1、2、3を見たね。まあでもなんか首にしたのになんでお前らが泣くんだよは確かにいいと思うの。で、うん、嘘泣きって僕も言われるのは、うん、言われてたもんね。そうそう言われてた、ね、嘘泣きっていやそんな器用じゃないっていうか、なんかあんだけ言ってさ、そこで好感度取ろうとしなくねって思っちゃう、うん、だったら最初からさ、なんかもう綺麗な言葉遣いで望月さんみたいな感じでいくもんどういうこと。好感度を狙いに行くんだったら嘘泣きなんかで取りに行かないっていう、うんうん、でもさ、なんかさ、あの携帯にさ自分の泣いてる声録音しながらこうやって泣かしてもらって、これやるかで、マイクがここから拾ってさマイクに取らせてね、お父ちゃんやばすぎ。そこまでやったらしないだろ、ね、役所よりすごいわって感じです、1個目 ね、 そうですね、はい、なかなかあれですね、まあ余裕だね、でも、うん、いや余裕とか言っちゃダメよ、余裕って言うから来ちゃうんだよ、また次コメント見てこれ俺これ好きなんだよな、ねえねえねえ、お餅の自分の手は一切汚さず落とすのがさすがすぎる。ああ、すごいね、確かに。え、どういうこと？立ち回り的な本でしょ、うん、何の話？だから自分の手、首の話もそうだし、だからずっとじゃない、なんか番組上の話ね、うん、常に自分の手は使わず胴首にしたりとかしてたって話でしょ。だからそう、首決めでさ、常にさ入ってないじゃん、そう、うん、首リストにね、そうそう、はいはい、っていう立ち回りしてたのはすごいってことでしょ、嫌味でしょ、だから褒められた。じゃあ褒め言葉ってこと、これ自分はできないけどリナができてるからすごいよね、まあ、っていう捉え方もしてる、黒幕とかに向いてるってことだよね。そう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 、じゃあ黒幕でいこう。黒幕っていうのはでも黒幕あったもんね、だって親がスポンサーっていう。そうです、お前がスポンサーだからおもちゃクビにならないっていう。そう、親がスポンサーっておもろいのマジで、ね、誰そんな、そういや結構リアルやん、すごくない、すごい、そこまで。だって俺そう本当に聞いちゃったもん、あのジップラインの写真、うん、本当にそう、本当に親ってあれなんですか、スポンサーなんですかって俺聞いちゃったもん。なわけないじゃん、ありそうだ。でいくと多分自己紹介のパパ事件でしょ、パパ事件、あれね、ミスったよね、普通にパパのカードっていうワードがね、それはね思ってる、あれで匂わせたよ、うん、一気に。そうだって俺マッチ青木さんかと思ったもん、娘、え、違う、青木さんの女かと思ってた。青木さんの娘だって、だいぶ青木さん若いです、出産してる。いや、でも言うて二十歳じゃない、二十歳の時の子じゃない、肌の色も一緒だし、確かに、いや、しかも顔整ってて、また疑惑で勘違いするやつ作る。え、確かにだけど、ちょっと似てるよ顔の整…え、マジで顔整ってんじゃん、なんか好きな人として顔似るってよく言うし、ね、え、ね、うちと青木さんくっつけたよ、それって。いや、僕は娘説で今提示してる、これは、愛人説だから困るよ、本当に。え、でも娘説リアルな気がする。だって青木さんが20歳の時の子でしょ。なわけないじゃん。でもボビーオロゴンの娘でしょ。青木さんボビーオロゴンの息子じゃん。だとしたら青木さんと兄弟。マジ、わかんない、わかんない。難しい。金属ぐちゃぐちゃやな。いきますね。はい、これあの褒めてるかもしれないです。本当？お、え、てかうち褒めじゃない今のところ。今のところ結構褒められる。褒めだよね。おもちちゃん、自分の存在価値を客観視できてないのに残るなんて、仕事できない上司が年功序列で出世してるみたいで好き。おお、まだまだまだ。褒めた？これからもダサいことしたのに結果出せない瀬名くんの言いなりとしておもちちゃんのことを応援し続けます。ブルーチーム最高！ブルーチーム最高！あれ？誰がちょっと待って、もう一回見せて、ちゃんと。え、自分の存在価値をさ、客観視できてないのに残るってさ、うちさ、できてるくない？え、自分の存在価値をさ、ちゃんとさ、え、見出してたから一歩下がって後ろにいたんじゃないだ？うち。あれ？で、自分ね、まあ視聴者さんからすると、うん、もちこ喋らなすぎてね、出てないよな、僕の存在価値を出してなかったから、そのままクビになれってことでしょ。そういうことね、ちげえよ。この例え好きだな、年功、上司の年功序列で出世してるみたいなのが好き。俺最後の言葉好きだ。好きなんだ。チームブルー最高で、ブルーチーム最高だから。その前でしょ、だから。でちょっとさ、痛いよね、なんかウィットを聞かせて嫌味、なんか風刺してやろう感が出てて、ちょっと恥ずかしいよね、なんかこの人。でもあなたもダサいことしない、結果出せない背中の言いなりのお持ちちゃんだから。え、だからそれセットになっちゃう。え、でも何をダサいことって言ってんのかが分かんない、うん、ダサいことしたのに結果出せないんじゃなくて、僕は結果出せなかったことがダサかったんだ。それでダサいことを、あのキャッシュバックのことをしたのにって言ってるのであれば、その時点でお前頭悪いなって思うし、うん、でここでもし正解なら、結果出せなくて出さかった瀬名くんの言いなりのおもちちゃんの応援し続けますだったら全然腑に落ちる。あったんじゃない、多分瀬名ダサいって思うところがこの人にあったかな。なんかこの言い方は腹立つよね。まあでも、え、でなんかさ、これすごいさ、見た目じゃん。
いやおかしい、日本語の使い方マジで分かってなくて、うん、ダサいことしたのに結果出せないってさ、うん、ダサいことしたから結果出せないじゃない、うん、そもそもだけど、うん、それなんかいいね狙ってますみたいな、うん、でも6しかついてない、そう6しかついてないから中国で最高とか言ってる、これで嫌味っぽくしたい感じが、そういうなんかクソみたいな、ネットでさ、気持ち悪いクソみたいな2人組最高って言ってるだけでしょ、ね、いるよね、こういうやつ、いるよね、ネットでしか、このコメント、ネットでしか、でもわかる、でもね、正直やから僕もコメント欄でそういうの見るとおもろと思って、結構おもろいってなる、おもろいって思う。今日ご紹介させていただくのはこの普段から愛用してるシャンテルボディです。普段私お風呂入る朝シャン派なんですけど、朝シャンするのに髪の毛乾かすまで1時間ぐらいかかるんですよ、トータル。でもシャントリーボディにしてから本当楽で、もう10分から15分ぐらいで全てが終わって、30分いつもより多く寝れるようになりました。本当に画期的なアイテムなので、ぜひ皆さん購入してください。待ってます。じゃあ次いきますか。おもちちゃんって親のお金で旅して苦労知らないんだろうな、人の気持ちとか人への気持ちとかなく自分なんだろうな。え、悪いいや、ま、悪くはないんじゃないですか、別に、はい、よくもないけどな、よくもないよ。え、でもさ、使えるもんは使えて、まあまあそうだよ、人の苦労も知らずだっけ。え、てかさ、人の苦労も知らずってお前うちの苦労何も知らなくね、ってかそもそもなんだけど。え、それはそう、言い返すとこいっぱいあって思ってる。え、あった、うん、あんま覚えてないんだよ、うち。おもちちゃんって親のお金で旅してってさ、親のお金で旅して、まあ確かにね、そう捉えられたからあれですけどね、うん、自己紹介でね、うん、てかなん、てかさ、てかこういう、でも頭悪いなってこれも思っちゃう。頭悪い、興味ないから、あんまなんこれに対して感情が出ないんだよ、うち。セナ君、セナと松葉君、いや、セナとって言ってから僕のことも悪口言ってるわ、これ。違う、セナと松葉君が残ってほしかった。でも松葉君じゃん。あはははは。セナ君の友達なんだ、多分。あ、友達か。多分友達、友達。あ、でもうちのことちゃんとおもちちゃんって呼んでくれてるわ。あ、そういうこと。おもちちゃん、うん、おもちちゃんって。なんでセナだけセナなのおもちちゃんって親の金で食べる。だからさ、別にさ、まあ、金銭的苦労は確かにないかもしれない。うん、本当に。だけどさ、別の場面でさ苦労してるし、うちのママは金銭面では苦労させないって言ってて、で苦労って別に生きてたらいっぱいいろんなところで起きるから、だからせめてお金では苦労させないっていうのがうちのママの教育の方針なの。だから別に良くない、うん、あ、じゃあママも否定してるんだ、これは。そうだよ、うちのママジ、うちの家族全員否定してることになるけど大丈夫そうだってさ、別に苦労なこれは俺らの被害も笑われるでも大丈夫大丈夫だからこういうコメントできるんですよ。確かに確かに。そうだけどさ、別に苦労ってお金の面以外でいっぱいあるでしょ、生きてきて、うん、で、うちさ、なんかこの文章だったらさ、リナ何も苦労してないさ、うん、たださ、なんかイージーに生きてきたみたいになってるけどさ、うん、え、多分お前より苦労してると思うって感じ。え、じゃあ僕もいい？どこだよ。じゃあさ、どこだよ。おもちゃって親の金で旅して苦労してないんだろうなって、親の金でね、うん、で、それでさ、親の金でさ、なんか困ってなかった、苦労してなかったから人の気持ちわかんないとかって意味わかんなくない、まあ、イコールにはなんないよね。そうそう、別にさ、親の金で生活してる人でも全然人の気持ちわかる人とかいるわけじゃん、友達いっぱいいるし。そうそう、だからかわいそうなコメントだなと思う、まあ、だから天竜人に見えたらね、こういう人たちも。あ、まあ、そうそうそう。で、お金もイメージだよね、イメージ。お金持ってる人はみたいな。だから脳みそ貧乏なんだよ。でもさ、お金持ってる人の周りってやっぱりさ、その人をさ、尊敬してる人が周りにいたりとかさ、多分こういうコメントする人より周りに人はいると思うんだけど、お金で釣られてくるとかじゃなくてね、人として人望もあるってことね、うん、結果的にというか、まあ家庭として ね。うちのコメントはじゃあほぼネタ目だから、そんなにアンチじゃないよ。いいね、でも、うん、親金持ちいいの、ありがとう。言います。首決める話し合いの時、なんで瀬名くんと松葉くんだけが辞めるみたいになってるのが謎。おもちちゃんが一番自分から身を引くべきと思う、引くべきだと思うし、なんで残れるのかが本当に謎すぎ て頭がハテヤになっちゃった。ハテヤになっちゃった。まず日本語から勉強しない人がいいよ、ね、これいいね。3112件。これまた離婚しました。しちゃったね。すげえ。まあこれでも最後回収されてるからね。まあね、画像の情報しか頭に入れられない人たちなんだなっていうことで終わりですね、それは。別に、はい、ちなみにノンタイ、あ、これさ、ノンタイトルの今コメント、いいね件数で思ったんだけど、うん、シーズン1シーズン2通して、シーズン1シーズン2通して最高いいねついたの何本か知ってる？知らない。知らない。ただ5000、6000ぐらいついてる。コメントに？そう。誰のコメント？俺のコメント。なんてやつ？松原氏じゃない？いや、違う。シーズン1のなんで松葉ここにいるんですかって言われてる。え、でもさ、それに対してうち3000も言ってんのすごくない？逆に。すごい。すごくない？すごい。で、コメント数がさ、シーズン1の時とかよりやばかったんでしょ、もう。やばかった。なんか4倍、5倍とかなんかすごいコメント数だったらしい。
まあそんな感じですね、もちこは、うん、もちこはやっぱね、あんまでもいいね数が多い、やっぱりでも3000はでもすごいと思うんですよ、すごいよね、3000すごいと思う。でも女の子だからってちょっと気使ってるのもあるかも。いや、いいね、うん、じゃあなんかそういう、あ、叩くことあんまりさ、言わないで、うんうん、え、でもうちマジで思うけど、自分に来たコメントめっちゃ多かったと思う、あれで、個人に DM? やばかったよ、フィードにやばかったよ、フィードやばかったよ、フィードやばかったよ、フィード荒れてた。へー、普通の投稿の最終投稿とか、なんか見たかも、ピンにしてあるやつにめっちゃ来てたの、ね、そうで、他の人もそうなんかなと思って、ハルタムとか全部消してんのか分かんないけどさ、見てもさ、2、3件とかだったの、はいはいはい、その直近のフィードに対して、うん、え、なんでこんな多いんだろうと思って、種類が、あっちの種類が違った、なんか違ったよね、うちだけ、うん、めっちゃやばかった、本当に。だからみんな多分フィードとか見てたんだよ、可愛いな、可愛いな、だからうちのことそうだよ、多分ね、可愛いと思ってるけどね、うん、で見てくれてんだよね、アプローチしてんだよ結局は。そういうことやっぱり気持ち悪いやつらだよ、だってしたら絶対アプローチの方法間違ってるもん。ポジティブだな松本君俺がアンチだったらそうやってやるもん。いや、アンチなら絡んでこないで。でもさ、小学生って好きな子にさちょっかい出すみたいな、そういうことじゃない、覚えてもらおうと思って。そうそうそう、中年のおっさんがちょっかい出してもらう。え、それはどうなんだろう。いや、でも可能性あるよ、だって多分同じ中年の男性が見てるんだよね、でも同世代から中年で、まあまあ見てて、で一緒なんだよきっと、書いてる人も、うん、やっぱ書くっていう行動を動かしてる人、うんうんうん、でその人の行動心理が対象によって違うってやったら、やっぱもっちのこと女として見てて、ちょっと近寄りたいと思ってるのかね。毎日 DM してくる人いたよ、アンチの人、おーちゃんとそう、今日も頭から離れませんみたいな、イライラします、すごいな。でそこの人にさ、え、じゃあちょっとお詫びしたいんで今度2人で会いませんかって返してみたらさ、会いに来ると思うよ多分。絶対なんだけど、怖い怖い、お花とか持ってくるかもしれない。嫌だー、いや、会ってみてよ。なんでうち、企画にするわ、身の危険を感じるようなこと したくないですけど、まあまあ、大丈夫、俺らが見回ってるから。いや、見回ってたとしてももうね、多分時すでに遅しなんだよ。石投げる、待ち、石持ってる、だからね、絶対当たる確率低いから。いや当てるよ、当たる確率低い。はい、じゃあそんな感じでいいですか、もちこは、はい、てか、アンチほぼなかったな、もっち。いや、リナ褒め言葉だったよ、うん、全部いいの。褒め言葉ではないと思うけどな、うん、褒め言葉だよ、そんなにアンチって思わなかったもん。まあだから何なんだろうね、俺らがポジティブすぎるんでしょうね多分。だって多分ハルタムはこんなこれとこれぐらいのレベルで病んでるからさ、もう病んじゃってるから。確かにね、うん、サータも病んじゃってるしさ、うん、だからやっぱ俺らが異常だってことはまず認めましょう、うん、はい、うん、よくないよ本当。誰かの病気ですからね、 YouTube やるやつ病気ですから、うん、いやそう、 YouTuber やってる時点で結構頭おかしいと思う自分でも、うん、だっておかしくないこんな偉そうにさ、うん、カメラの前で話してる時点で気持ち悪いじゃん。もう違和感あって、うち最初それこそさ YouTuber じゃないじゃん、うん、でライブ配信もできなかったもん、うん、この誰に向かって話してるのって感じじゃん。まあまあそれはそう、それはそう、ふと我に返った時に恥ずかしくなっちゃってできなかったけど、うん、今何も違和感ないかも。慣れるよね、慣れるよね、うん、はい、じゃあちょっと本日はこんな感じで終わりますけど、はい、次回はラオス行きますか。ラオス会です。ラオスの方がさ、ないよないよ、神会、神会、神会、いやいやいや、ラオスあんのかな、アンチがないの。え、僕やろうかな、アンチ役。いやいや、そう、今からコメント、今からコメントしたら拾ってよ。いいわ、もう出てこなくて。え、でも絶対いいコメントできるよ。あんのかな、ね、確かに気になる、気になる。俺ね、あのね、アンチが来て欲しかったの、飲んだ時中ね、うん、あのみんなアンチ来てるとか言って、うん、言ってたじゃん、なんか俺だけ仲間外れにされてるようで、すっごいそれが気持ち悪かったの俺は。で、よっしゃーと横浜さん来て見ると、ぶわーって来てんの、うん、うわ、アンチだーと思ったら、車谷のアンチが僕の方に来てんの、うん、車谷を止めてくださいみたいなのがわー来て、これ俺じゃないんかいみたいなのは結構あった。そう、ね、気にしてたよね。そうそうそう、俺じゃないんかい、俺じゃないんかいみたいなことは言ってたと思う、うん、まあ、じゃあちょっと検証ガテラやりますか、次回ラオス。あるか、まず、うん、あるかないかっていうのも検証ガテラ、うん、ね、ないと、ゼロだよ、ゼロ。愛されキャラだよ、コメント欄もさ、うん、僕ら叩かれてもラオス叩いてる人ってほぼいないもん、うん、今のコメント欄も、うん、マジでゼロ、愛されてるんだよラオス。そうってことで、僕飛ばしていいんじゃないですか。ね、でもちょっとさ、気になるくない？コメント見てないから、あるのかないのか。次回ちょっと見ましょうか。だって最高は大丈夫、あのブレイキングダウンの俺らの上げた動画から拾えるから。あー、確かに確かに、なるほどね、はい、確かに、あれか、場違いだっていう、うん、はいはい、で一個もないってことマジであんのかな。いいんじゃない、なかったなかったよ、まあいいんじゃない。すごくない、でもどこをさ、なんか安心するか、うん、ちゃ多分ないと思うね。でも詐欺師っていうワードがさ、もう、あー、でもそれはあるかも、ね、あ、でもそれも多分ネタワークみたいな、いじりに入るかどうかっていう瀬戸際のはありそうだよね。でも当時は詐欺師っていじりじゃないんじゃない、ガチなんじゃない。あ、でもキャバクラとかも一応言ってるからさ、そう、だから男としてダサいみたいなのありそう。あー、確かに、なんかだらしないみたいな。でもそれも結局ネタに変わっちゃってんだよね。
確か人にダサいって言ってるけど自分が一番ダサいことしてたっていう。してないけどね、別にダサいことは。してねえよ。はい、ということで、じゃあ、もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。また、バイバイ。バイバイ。